いいからこうやってて、直ちゃんの並べるなんか自分の部屋からね、来たから、どういうこと、肩順から、あ、ずっと それではお待たせいたしました、ただいまよりバレンタインスペシャルトークショーを始めます。イエーイ。で今ちょうど6時になりましたので、6時30分まで約30分ほどトークショーを、取り広げていきたいと思います、はい。本日司会を務めさせていただきます、ティーナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんだよその空気は。見てこの司会席、こんなのあると思ってなかったからびっくり。ほらほら、ちょっと疲れたもんで、これこれこれ、フレントタレント、失礼いたしました。はい、ということで、今回はですね、バレンタイントークショーということで、はい、まあ、バレンタインについてね、おのおので自由に喋るのもいいかなと思うんですけども、今回はなんとですね、皆さんから質問を、募集させていただきました、はいはい。そしてですね、そこでですね、なんと14件の、おー、すごい、ありがとうございます。一人でね、何個も質問してる方もいらっしゃるので、る、実際もっとあるんですけども、はいはいはい、14件もですね、質問を寄せていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。なのでね、もうこんなに来ておりますから、30分間、まあ、1個ずつ、一人一個ずつ答えて、まあ、そこから話を広げていこうかなと思います。はい、はい、よろしいですか。よろしいです。じゃあ、ね、NG なしとのことなので、もうじゃんじゃん聞いていこうかなと思います。はい、それではアイナンゴールドさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。リベリーの皆さんに質問、はい、男の子に本命&告白チョコをあげたことはありますか。じゃあこれ誰か、まあジメリーの皆さんなので、ちょっと一人ずつね、あるかないかだけ答えていきますかね。じゃあ端からどうぞ。端私、そうです、あります。おー、いいなぁ、かわいい。え、何歳の時？それは同じ男の子？同じ男の子。うわぁ、皆さん、うん、なんだか言って気づいぐらないでと思っていいね、小学校の恋愛って、まあ、確かにそんな感じだったかもしれない。いいね。はい、じゃあみーよは、あるわけなんだろう。なに、え、あげたことだよ。あげたこともない。あ、そうなの、ね、女の子にしかない。女の子にしかない。本当に、作れないからさ。確かに確かに、ってな、指紋をあげるわけには。去年は私ミリオンからもらった記憶ないの。誰にもあげてないよ。今年は期待しております。今年はみんなに落とそうと思います。待ってます。明日までに、明日までに、はい、頑張ります。では次、カノンさん、あります。おー、でもね、何歳の時、小学生とかだよ。小学生だよ。でもね、全然記憶ないのよ。22歳になったからかわかんないけど、記憶ないけど、なんかキラキラしてた記憶。キラキラ。まだキラキラしてるわ。まだしてるよ。まだ大丈夫。まだいける。一応あげたよという感じです。なるほど。え、ちなみにそれ実ったんですか？実る？なんか、その小学生の子の話ちょっとになるんですけど、うん、好きな子が何人もいる。あー、分からんこともないぞ。だから、多分ね、その中の誰かは叶ったのかもしれない。うん、足が速い子の中ではあの子が一番好きで、みたいな感じ。思い出したこと言っていい？小学生の頃さ、プロフィール帳が流行っとって、うん、あの子の順位1位、2位、3位ってなんかないの。あった。だからもうなんか強制的に好きな子3人おるみたいな。どういうことみたいな。そう、懐かしい。誰かとは考えたかも。まあちょっとリベリーの皆さんって言ってますけど、のんちゃんにも聞こうかな、はい、あれかないただきたい。あります。おー、いやーい、最後に聞こう。そうね。なんだよ、私にエピソードがないみたいになってる。ひどい。私はですね、告白チョ
こっていうのはないんですけど、あの近所にですね、同い年の男の子が住んでて、まあ、いわゆる幼馴染、3歳から小学校6年生まで一緒だったんですけど、その子には毎年あげてました。あ、かわいい。そうでさ、あげるじゃん、あげたらさ、なんかいいもの返ってくるんですよ、ホワイトデーで。確かに。そう、うん、そしたらお母さんに、ハトやったね、エビでタイ釣ったねって言って、あれ言ったの、世の中にはそんな言葉があるのかって。小学生にしてそんなことを悟りましたね。お母さん。はい、じゃあ、まのちゃんはあるということで、はい、はい、ちょっとエピソード、何歳ぐらいの時？じゃ、なんか一番なんか、あの一番最近、中学1年生の時、あの中学3年生の先輩で好きな先輩がおって、でその人が家が近くてみたいな、で、あの普段からお菓子作り好きやったけど、その当時、あのできるたんびに毎晩持ってきて、やばい、バレンタイン関係ないじゃん、そんな。それでバレンタインの時に、うん、あの生チョコをね、あ、本気のやつね、そう、本気の生チョコを、お店かよみたいな、うん、くらい頑張って作ったやつをあげて、で、まあ、思いを伝えたんです、ね、はい、すると、そしたら、うん、ありがとうって言われました。え、それは実らず、中学校1年生の時にも入学してから好きだったってこと？もともと小学校の時からちょっと好きだった。あー、なるほどね。かわいい、いいね、年上の先輩好きになるのありがちな、中学生って、どうしよう、私今年社長とかにあげようかな。どういうこと？どういうこと？とりあえず誰だけど、あげるところから始めようかな。あ、なるほどね。作るとこから始めたらいいと思います。お菓子？頑張ろう。頑張りましょう。はい、ということで、アイナンゴールドさん、ありがとうございました。ありがとうございます。では、続いてのね、質問に行きたいと思います。KW さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。チョコレートは冷蔵庫に入れるとパリッとして甘みが強くなって美味しいのをご存知ですかっていう質問が来ました。え、それはどうやって答えていきたい？知ってるか知らなかったからですよね。じゃあ、せーので答えますか。はい、せーの、知らなかった。お、なんて言った？知らなかった。あ、みんな知らなかったです。なんかチョコで溶けた方が甘いような気がするけどね。なんかキュッて、なんか凝縮された感じがするのかな。私はチョコはいつ食べても美味しいから。でも確かにさ、チョコレートのアイスとか美味しいかも。あ、私あの普通のチョコレート、板チョコとか一時冷凍庫でパキパキ冷凍庫、冷凍庫で歯折れるよ。食べるのがうちの家族で一時ブームだったっていう。まあ板チョコアイスとかあるからね。今板チョコアイスとかいろいろありますから。まあ皆さんぜひで冷凍庫に入れて。冷凍庫だった。ではどうしようかな。あのですね、続いての方ですね、もうたくさん5つ質問いただいてます。笑ってる方がいるんですよ。どうしよう、どれにしようかな。目の前で一応笑ってますよ。好きなのでいいですよ。そうですね。じゃあ、まあ、話が広がりそうなので、猫だましさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お気に入りのチョコやチョコ菓子は何ですか？あ、うん、みんなチョコ大好きだから。そうなの。あ、でもリオはあれなんか、うん、甘すぎるチョコはちょっと苦手なの、うん、甘すぎたら、うん、あ、決まった決まった。じゃあ決まった人から言っていきますかね。2個でもいい？いいよいいよいいよ、お気に入りだから一番じゃん。うん、ミーアはキットカットの普通の赤いやつ。あー、もうそれはめっちゃ好きなのと、ですね、キノコの山が好きです。おー、おー、それはちょっと戦争が起きそうな予感です。確かに。が好きです。うん、私タケノコ派ですね。あ、私もキノコ。あー、戦いでみたいと言います。美味しいって。知らないな、君たち。チョコの
の量が確かにね、キノコ。でもキノコは私頭しか食べないから。ダメじゃん。ちゃんとキマックの部分を食べてちゃんと。はい、ということでね、キットキャットとキノコの。はい。山。はい。他決まった人いますか？はい。はい。じゃあのんちゃん。私もキットカット、うん、あーの普通のやつと黒いやつ、うん、あー大人がなんとかってやつ、そうあと1個あのアーモンドチョコレートとかあるじゃん、あれのマカダミアのチョコレート、あーわかるあれ美味しい、ね、あの丸いやつでしょ、ツヤツヤしてる、そうであの中にね、あのスベスベのねマカダミアナッツが入ってるやつ、わかるよ、たまにすごい無性に食べたくなるんですけど、めちゃくちゃわかる、ねね、あれでも食べ過ぎたらね、血糖値上がるからねたまにしか食べないからまだよきよき、はい、まだよきよきで、はい、じゃあ続いてははいはい、このさん本当にチョコレートのお菓子全般好きなの、うん、一番食べてるイメージ確かに、あの私結構チョコだけっていうよりかは、うん、中に何かクッキーみたいなの入ってるのが好きなので、はい、あーえクランチチョコ、チョコレートが好きです、うんうん、なるほど、じゃあアルフォートとかも結構好き、あ、大好き、あ、そうなんだはい、今フードロスコーナーにございますので皆さんね、よかったら気にしてあの、昨日バニラが入りました今日はフードロスコーナーにございますバニラチョコ、本当ですか、以上、ありがとうございます、はい、全然ご紹介いただきたいはい、じゃあリアさん、いかがですか、食べれるんやったら、うん、キットカットの抹茶味、抹茶好きなんだ、抹茶好き、大好き、意外、結構大人っぽいもん好きだね、確かに食べるものは食べるもの謎なのが甘いチョコ食べれるのにグミ大好きなんですよ、確かにグミ大好き、わかるわ、グミチョコ他にないの、ないの本当にグミしか食べるもの、ティナね、結構ね、あんまチョコ実は食べないんだけど、どちらかというとなんかあのスナック系が多くて、あーそうだね、おつまみ食べたい、そう、おつまみ系、しょっぱいものが好きだからあんま食べないんだけど、でもたまにね、無性に食べたくなって食べるのはベビーチョコ、あー、難しい、赤いキャップのあのベビーチョコ、あれをあれをね、2、3週間ぐらいかけて食べないと、私ベビーチョコ好き、じゃあクマの、そうあのプラスチック容器が、あれをね、そう、あれをあのテスト期間に勉強しながらチョコチョコ食べようったあの思い出があって、チョコがね、生チョコとかも好きですね、あ、基本チョコはね、何でも好きかなって感じでございます、以上でございますね、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございます、じゃあでは続いてはちひろちゃんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、これ来ましたよ、この質問、何初恋のお話聞かせてほしいなということでございます、でもなんかさっきねチョコ渡したから忘れたら割と初恋な気もするけど、あの大人組がちょっと思い出すのに苦労しております、じゃあ来る、こういう質問は絶対来るんだから用意しておかないですよ、初恋、ちょっとリオ悩んだふりしなくていいのよ、でみんな悩んで、初恋って何ですかね、どこからのラインが初恋だから、初めて恋好きって思った瞬間、初めて好きってなった、好きにも種類があるよね、そうなんだ、あ、恋だと思った瞬間、恋愛的な好き、本当にもう好きって思った人でいいんだよね、そうだよ、あ、オッケー、もう CM も買って、どうぞ、え、私からも、私もちょっと、どうぞお願いいたします、リオからどうぞ、どうぞ、ありがとう、どうぞ、ありがとう、そして回ってくるから私は中学1年生の時に、おー、リアル、バックナンバーっていうバンドの清水りおりさんという人に本当にガチ恋しまして、高校3年生卒業して20歳になるまでずっと片思いをしていました、
え、今は違うの？結婚していることが文集に出てそれは悲しい失礼しまして、すごい長年愛していたのに心を閉ざしてしまもう私全青春を注ぎ込んだんですよ、うん、本当に、うん、もうお小遣いとか出たら全てもう注ぎ込んで、うん、もう本当綺麗したんですよ、綺麗だったんですよだからそう、もっとその人しか追っかけてなかったんで、うん、その人を失った瞬間もうどうしたらいいか分からなくなり、うん、そしてリメリが、うん、そうリメリが始まり、そうね何を見ているのかもう分からなくなり確かになんか 10代の頃は結構バックナンバーバックナンバーってめっちゃ言ってるイメージだったけど、リベリーになって、まあ、もう二十歳超えたちょうど出たんですよね。そうなるほど、全然言わんなーと思ってたんですけど、まさかそんな裏話があったのまああの愛人でも狙おうかなとちょっと思ったんですけども、まあ今週が出た時にね、まあ、4歳のお子さんがいるということでおとなしく引き下がろうと僕の昔から引き下がったけどよかったね。なんでよ、いいじゃん、可愛いでしょ。まあまあまあ、いいよ。ということでミヨンの大きな恋でした。ミヨンの初恋でございました。はい、はい、さあ続いて、はい、じゃあ行く。あー、あー思い出した。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで昔話をやったか、昔話すんの。うん、ちょっと2分以内に収めたい。小学校2年生だった。私はあの転校生だったの。あ、そうなんだ。転校生って、え、でも全然可愛い子みたいな感じになるじゃん。あ、なるなる。その時に、なんかすごいモテちゃって。で、その時に、なんかスポーツできてた、できて、あの帰り道って、あの下校する時、うん、なんかコースがあるやん。うん、その時一緒だった子が、あとあれだよ、手紙交換とかした。いいなぁ、したことない時が文通的なってこと。そうだよ、文通的な。小学生の子がこう目を向き合って好きだよみたいな気が恥ずかしいじゃん。交換日記的な。あ、そうそう、だから手紙交換とかしてたりとか、周りから冷やかされたりするのが楽しかった。楽しかった。かわいい、なんかしっかりやってるね、ちゃんと小学校から。いいな、私なんか書いても帰ってくる。いや、多分こういうとこから差が出てくるのよ、私たちそういうことか。そういうこと、もう小学校から差がついてた。そういうことか。やり直したいな。はい、じゃあ次、リオさんいきます。はい、そのチョコをあげた子、小1から1,2,3,4,5 の半分ぐらいまでずっと片思いしてる。うわー、なぎー、すごい、すごい、すごい地図だね。え、告白しなかったの？しなかったね。もう友達関係の方が楽しいかなって思って。5年間ずっと片思い。そうですね。いやー、すごい、こういうとこから差がついてくるんだよ。やり直したい。だってどう見てもわかるじゃん、私とミーは恋愛してない。いやー、見てもだってスポーツできる方がモテるって言われてから小学校6年間頑張ってたんだもん。あれ、女の子は違うの？なんなん、恋を無視してスポーツに熱中したの？頑張ってたよ。今からでもまだ間に合う。いいね。やっぱり小学校だよね。ね、そうだね。そこで一人恋がいるけど、中学生。なんかそうだよねとか言ってるけど、あった一人じゃん。私を波に乗らせてよ、この。じゃあ、のぞみさん。私は小学校4年生の時かなって思うんですけど、その当時くらいから結構なんか、あの見た目男の子みたいな感じで、あ、そうなんだ、結構古い。よくさ、あるあの何、男の子たちの中に一人だけ女子いるみたいな。あ、それをあのその女子だったんですけど、
けど、その上司やったんやけど、うん、毎日もう学校終わったらどこどこ公園集合ねみたいな感じでもうめっちゃして、うんうんうん、集合してって、それのなんかそのグループのリーダーみたいな子がおって、うん、だからその当時、うん、全然今と真逆やったんやね、もう笑わないみたいな、笑わない、話さない、うん、なんか真逆やったんよ、でその時になんかそのリーダーみたいな子が廊下でバーみたいな恥ずかして笑かしてくるんよね、あーめっちゃいいよ、で笑ってしまって、その時に笑った顔の方がいいよって言われてから小学校4年生こんぐらいだよ、こんぐらいじゃん、それからすごいね、ただトイレに行こうとしてたけど、ね、私この人のこと好きになっちゃったかもしれないみたいな感じのやっとストーリーを実践にいいね、これはいい、いいことがありました、いいね、いい、いい、そんな恋したことない、だってそのさ、大丈夫？だそのさ、なんかこう突然好きになるなんてことないし、ないない、なんかそう、なんとかだから誰々君が好きとかなのあるけど、そう急にハッってなった、あめっちゃいい、いいね、すごい。ティナ、ティナ、いや、私はちょっとないよ、いや、ちょっと時間ですよ、本当にないの、驚くほどないよ、私がいるじゃん、でしょあ、でもね、恋じゃないけど、恋とか憧れ、なんだけど、その中学校の時、3年間吹奏楽部だったんですよ、私トランペットを吹いてまして、で、吹奏楽部って普通は女の子しかいないんですよ、特に私はもう田舎の学校だったので、はいはい、もう女の子しかいないと思って入ったら2人だけ3年生の先輩に男の子がおって、で、1人がトロンボーンで1人がサックスやったんですよ、で、アルトサックステナーサックス吹いてたかな、こういうでっかいめっちゃ低音が出るこういうやつなんだけど、ね、めっちゃかっこいいの、とにかくサックスってサックスってさ、ね、再現するわ。トランペットだったらこうじゃん。トロンボーンこうじゃん。サックスはこうやって吹くんですよ。こうやってクリクリしながら。ルル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 って。そう、めっちゃかっこよくない？それをさ、めっちゃ高身長の割とモテてる男の先輩がやってたから、かっけーってなってさ、シングシングシングとか。ああ。テレレレテテレテテテレテテ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 テってやつあるよ、もうめっちゃかっこいいの、それのソロパートが、だから私はね、サックスにときめいちゃって、音に恋しちゃって、かっこいいかっこいい記憶がございますね、そう、楽しかった、あの頃は、あの頃はもう次の年には卒業しちゃったからさ、そのでっかいサックス吹ける人がいなくなっちゃって、そう、女の子だからみんな、そう、だからあれはかっこいいよ、ああちょっと今度だね、ちょっと典型の音楽だ、ちょっと今度見に行きたくなっちゃった今の話で、ワクワクしちゃった、いい、ね、はい、ということでそんな感じでございました、じゃあでは、いやもう本当にかっこいいからね、シングシングシングのね、サックスのソロ見てみます、はい、失礼いたしました、では続きまして、ドラッコさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあね、これは、まあ、一人、時間的に一人で答えていただきたいと思います、学生で本命チョコを渡す場合、どんな場所でどんなシチュエーションで渡しますか、実体験妄想何でも OK です、ということで、じゃあこれね、誰か一人ちょっと代表してお答えいただけたらと、そこはうちの代表コノだろ、妄想でも OK だから、あ、妄想だよ、妄想して、そう、お願い、妄想して最高だ、本命とか渡すなら、そう、じゃあ、あの彼氏役をこの方が担ってくださいますので、いいね、挟まないでよ、ね、はい、じゃあ本命チョコね、準備できたら言って、本命チョコを私が渡すなら、あ、じゃあもう学校で、うん、まだ来てないって言うとしましょう、あ、まだ来てない、まだ教室に来てない、うん、向こう見てて、ね、うん、まだ来てない時に、うん、チョコ持つじゃん、うん、机の中に
私は先に言った。対面しないってこと？で、恋破れました。恋破れたり。ごめんごめんごめん。まあちょっと聞いてよろしくね。あのそのチョコの中にお手紙に、うん、あの何時に。どこどこ公園とかにしてねって書いて、あ、呼び出すんだ、うん、やってみたい。あ、でも最近見たドラマであったの。なんだドラマ妄想は妄想。あの私さ、学校がさ、そういうあのみんな家の近くの学校じゃなかったからさ、公園に呼び出すとか無理だったの。本当に片道2時間とかだったからさ、みんなだからそういうのを人生で1回ぐらいは経験してみたかったなと思って。あ、失礼いたしました。はい、ではちょっとね、お時間迫っておりますので、みんなの妄想劇場は、はい、この辺にいたしまして、はい、はい、じゃあですね、ちょっとね、どうしようかな。あ、この質問、面白いかもしれない。何だっけ？バレンタインのお返しには何が欲しい？もしくはどんなことをして欲しいとのことです。あ、はい、まあこれが最後の質問になるかなと思います。バレンタインのお返し、はい、何が欲しいか、でもさ、お返しのこと考えてチョコとか渡したことないよね。もらえるだけで幸せだなって思った。ねえ、うん、私友達しかないからさ、もう交換だったから。そっかそっか。なんかあんまお返しに期待しないからさ、あげてもらうのと、いや、わかる。なんかこう、準備が楽しいよね。チョコ作ったりとか、なんか楽しそうだね、作るのしたことないんだけど、それそまだ味わったことないんだけど、今日ね、リオがくれたんですよ、チョコ。そう、ありがとう、すごかった。こんな大きな袋に入ってて、全部手作りなんですよ。すごい、すごい、繊細。私の彼氏とかどう？彼氏？バイバイ。どういうこと、どういうこと？まあなんかでもね、お返しを期待しないけど。でもいいよ、欲しいものある。うん、お手紙が欲しい。あ、私もそれ。私も。あれ、ちょっとビンヨン妄想劇場まだ続いてる。あ、私も困った。欲しい。お手紙。でも確かになんか男の人とかってあんまりお手紙書かないイメージ。そうなんよ。そう。だからなんか唯一。お手紙をもらえそうなタイミングってそこしかないなと。不平等だ。女の子ばっかり思いを伝えて。僕らも伝えた。そうそう、ね、おらおら。でもさ、その日以外の364日ぐらいは結構男の子の方から伝えてるイメージがあるけど。どういうこと？この世界は。え？手紙じゃなく？あれ、ミヨの妄想劇場まだ続いてる？あれ？え？落ちない？あれ？私の今まで想像してきた世界となんか現実が違ったみたいな。欲しかったね。世の告白って、なんか手土産とか持っていかないの？手土産、手土産って何？手土産って、ちょっと、じゃあ、バレンタインのお返しじゃないとしても、まあ、男性からのプレゼントだったら何が欲しいかとか、そういうこと。あー、でも、手作りとかは、まあ、ちょっと難しいわけじゃん、パイパン。そうだね。だからやっぱ気持ちが伝わるものとしては手紙が手書きだから嬉しいのと、うん、まあ、ミヨは個人的に食べ物が嬉しいから。あ、そうなんだ。悩む。食べ物は食べたらなくなっちゃうから。そう、私は消えないものの方がいいから。うわ、悩みます。ねえ、ね、恋愛してない2人がこんなあったねえ。妄想劇場繰り広げ。現実知らないからさ、何とでも言えるね。え、3人はじゃあ実際にさ、その本命チョコをあげたわけじゃん。うん、何をお返しでもらった？確かに。私が覚えてるのは、うん、マグカップ。あー、あー、いいね。おしゃれ。そう、今でもね、羊のやつ。羊のやつ。かわいい。かわいい。羊のやつ。羊のやつ。かわいい。めっちゃかわいかったよ。いいね。今でも使ってるんや。使ってる。かわいい。え、なんちゃんは？え、私はあの、なんか、結構人気なお菓子、うん、お菓子屋さんの、うん、なんかあの可愛らしい箱に入った、うん、詰め合わせみたいなやつとかお返しもらって、うん、お母さんにでも買ってもらったみたいな。わかるわかる。本当に人だからみたいな。でもめっちゃ嬉しかった。超嬉しかった。最後は、
多分ね、手作りで帰ってきました、うん、すごい、すごい、毎年手作りして家まで来てくれて返してくれますよって、かわいい、今時は違うね、今時は違うんだよ、違うな、違うな、今時の子って女子力高いもんね、みんな、ね、すごいわ、私ボロ負けやん、ね、ちょっと家庭的な女になろう頑張ります、来年の、うん、このバレンタインデーのイベントでトークショーあったら、うん、もうなんかポンポン言えるような女になりたい、あそれはそれで、ね、たった1年でどんな思い出ですか、確かにすごいな、作れるようになったよっていうのをなんか報告したい、ね、1個でも作れるようになりたい、そうね、まだだってゼロだもん、まあ、とりあえずあの小学生女子が作るやつみたいなのからスタートしたい、まあ、卵の殻がまず割れないから溶かしたチョコ、あのアルミのさ、あれにさ、なんかアルミカップに水パパパパ、一緒にやってみる、それミオンやったらなんかジュクジュクのやつ出てきた食べた瞬間、あれこれ溶かしただけやろ、生チョコみたいなこれ何、生チョコ極めます、今年1年で、うん、そう生チョコってや、うん、ガナッシュだよって返してあ、ガナッシュってなんだ頑張ります、頑張れ頑張れ、本当に怖いよ、だってね、調味料使ったことないとか言うんだもん、え、あるよ、マヨネーズとケチャップとドレッシングは私の考える時だったから、塩コショウは、塩とコショウっていつかけたらいいかわからなくて、そう、ダメだ、なんか元から多分かかってると思うのよ、多分、なるほどね、調味料場合だよ、さあ、ということでね、ちょっとお時間になってしまいました、めちゃくちゃ早かった、なんかさ、すごい、普段話さない、なんか昔の話とか、確かに今までさ、メンバーとこんな話聞いたことなかった、ねえ、なんで、こんなピンク色の話しないの、いやーピンク色、何ピンク、ピンク、ピンクしちゃう、なんかね、すごい可愛かったね、みんなね、可愛かった、楽しかったね、一部を除いてははい、ということで皆さん、バレンタインスペシャルトークショーいかがだったでしょうか、楽しかった、楽しかった、こんな一面が知れたんじゃないかなって思います、そうですね、もうね、なかなか聞けない過去の話とかいろいろお話できたので、すごいレアな、とても有意義な時間になったんじゃないかなと思います、ということでね、質問をたくさんいただきまして本当にありがとうございました、ありがとうございました、すべてはご紹介できなかったんですけども、またね、こういった機会を設けまして、皆さんとね、トークをするというようなね、時間、ぜひ今後もやっていきたいなと思いますので、どうぞこれからも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。ということで、以上でバレンタインスペシャルトークショーを終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。バレンタインですか、プレゼントをいくつかご用意させていただきました、ということでバレンタインスペシャルじゃんけん大会、イエーイ、はい、もうね、超スペシャルの景品で今日はなんと一番大目玉を今から発表しますので、はい、キラキラしてる、リーダーお願いいたします、キラキラしてる、なんと愛のこもった私たち手書きのタイムスケジュールのプレゼント、なんと本日のバレンタインイベントのタイムスケジュールでございます、はい、はい、書いたのは私とミーヨンとヒナちゃん、はい、書きました、おお、これがはい、ピンク、これがツナで、ミーヨです、あ、ミーヨ、ミーヨ、あと2人は、あと2人はちょっとないので、はい、あれをまあ、これほどまあ豪華ではないんですけども、はい、そんなに豪華じゃないけど、豪華ではないんですけど、リオからはですね、リメリット取れるチェキ券をプレゼントいたします、でも本当にこれちょっと豪華じゃないんですよ、これ本当に
どうだろうね。だってもっと1時間くらいかけてね、はい、そうなんですよ、うん、はい、実際5分くらいですけども、はい、で森のぞみちゃんですよ。もう、まあ、ないということなので、これは本当に豪華じゃないんですけど、なんと5人全員と取るチェキをプレゼントいたします。イエーイ。これよりは豪華じゃないんで本当に申し訳ないんですけども最後のねプレゼントがそちらになりますので、はい、皆さんぜひじゃんけん大会参加してくれたらなと思います、はい、じゃあどうする、やっぱ一番豪華な景品からジャンケンする。そうだね、そうだね、やっぱ一番豪華なやつから、はい、ではまずこの1日、あ、これ何日目だ、2日目だ、2日目、じゃあ1日目のタイムスケジュールからジャンケンしていきましょうか。私だね、じゃあこの3つは当たった方はあの後でサインができるので、はい、持ってきてください。お願いいたします。ではコノさん、はい、ジャンケンをお願いいたします。ジャンケンに参加したい方は手を挙げてください。ルール正解、未来正解、でもさ、これチェキが欲しいからって最初は参加しないって言うかなんだよね。あ、下げた、わーわーわー、いいよ。とりあえずアイコはなしにしますね。いきます。最初はグーじゃんけんぽい。グーの方ー手を挙げててください。おー、意外といいよ。おーおーおー、いるいるいる、どこにいる。最初はグーじゃんけんぽい。チェキの方ー、おお、そのチェキ4人、4人います。うわー、素晴らしい。ほんまや。最初はグーじゃんけんぽい。パン。おー、おー、おー、ありがとう。じゃあ1日前の、前までちょっと取りに来てもらってもよろしいでしょうか。大丈夫かい、大丈夫かい、すごいたくさん書いてます。あ、この日、昨日はね、すごいね、盛りだくさんだったんですよね、イベントが。そうなの、いっぱいあった。そう、これにもあったね。これ見返して思い出を振り返っていただけたらと思います。はい、では、ミーヨンのタイムスケジュール欲しい方、手を挙げてください。右手を挙げて。え、はい、オッケー。はい。それでは行きます。最初はグー。じゃんけん、はい。グーの方。1、2、3。3、4、4、4人。いきますよ。最初はグーじゃんけんはい。パーの方、パーの方、お、2人、お、いきますよ。最後、最初はグーじゃんけんはい。おー、アイコー、じゃあもう一度いきましょう。最初はグーじゃんけんはい。チョキの方、あー、おめでとうございます。では前へお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。最後ですね、今日のタイムスケジュールになります。ちなみに私これね、何か作業しながら書いてたんですよ、確か。だから結構中途半端なんですけど、一番ポイントがありまして、なんと裏面に間違えたタイムスケジュールが載ってます。いやね、文字が出ない。ありがとう。これね、2022が入らなかった上にトークショーの存在忘れてて、17時30分トークショーが入らなかったんですよ。そう、だからちょっと裏面に書き直しまして、はい、はい、こういった形にさせていただいております。レアですよ。はい、どうも、参加したい方手を挙げてください。はい、いきます。最初はグーじゃんけんはい。グーの方、グーの方、1、2、3、4人、あ、5人。では、いきましょう。最初はグーじゃんけんはい。チェキの方、1、2、3、お、最初はグーじゃんけんはい。チョキ、チョキじゃない、パーの方、お、最初はグーじゃんけんはい。わーい、もう一度いきましょう。あいこでしょ、あー、あいこでしょ、あー、あいこでしょ、お、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。私のね、失敗解決機タイムスケジュールです。おめでとうございます。ちなみにね、あの、このじゃんけん大会で初めて私が書いたポップが景品として出されました。あ、そう、そう、しばらくね、お休みしてたから書いたことなくて、初めて書いたのに、初めて書いたのに間違えました。はい、では続いて、まあ、先ほどの手品では豪華じゃないんですけども、ね、リベリーチェキがもらえるじゃんけん大会を行いたいと思います。では、参加したい方手を挙げてください。はい、さっきより威勢がいい。では、行きましょう。最初はグーじゃんけんはい。グーの方、手を挙げててください。おお、絞られた、2人。はい、では、リオさん、行きます。
最初はグーじゃんけんほい。あ、もう一度いきますか。どうする、いつかやります、最初から。じゃあ2名で、はい、最初はグーじゃんけんほい。グーグー、おめでとうございます。じゃあ、その場で取るやつ、その場で取るやつです、これ。あ、おう。あれ、びっくり。あなたたちからが告白をしてる。残念だな。喜ばないね、そんなに。よっしゃ。やっぱタイムスケジュールが欲しかった、みんな。欲しかったな。私も欲しかったな。じゃあ、イメージ席になりますので。はい。ワイワ待機してます。はい、田中さんじゃん。あれがいい、うん、あー、なるほどね。あの、彼ですね、質問の方にね、チョコ1個ももらったことがないから。みんなあげとるよ。なんか一つの大きいものを持っている人みたいな感じで、みんなもらう、確かにみんなもらう側になっちゃった。はい、ではこちらですね、あとで物販の方でデザイン書かせていただきますのでお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではラストになりました。森のぞみちゃんからですね、5人と取れる席券、こちらもですね同様、はい、その場で取らせていただきます。はい、ちょっとね、あの段ボールのね、景品にはあるんですが、段ボールって、あ、失礼いたしました。キラキラした、ね、豪華景品がね、トヨタを取るんですが、参加者の人、はい、私に抱いてるやろ。オッケー。それじゃあ、あの段ボール、段ボール。タイムスケジュール当たってても参加していいのかな。いいんじゃない？いいじゃないかな。うん、参加しちゃおう。参加しちゃいましょう。それでは行きますよ。最初はグー、じゃんけんパン。パンのパンだ。おお。おお。行きますよ。最初はグー、じゃんけんパン。おお。もう一度ですね。では今の4名だったら、もう一度上げてください。行きますよ。最初はグー、じゃんけんパン。おお。強いのんちゃん。あら。最初はグー、じゃんけんパン。え？これはどうする？ちょっとね、リメリと取ったからね。あ、確かに。あ、参加しなかった。今3人でしかじゃんけんできてなかった？そう。あ、じゃあもう一度、もう一回、もう一回、もう一回。それじゃあ、手を挙げてください。オッケー、上がってる？じゃあ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん。チョキ。おー、ありがとうございます。イエーイ。はい、では前にお越しください。よいしょよいしょ。じゃあずっとグーを出しちゃう癖があるのでちょっと変えました。はい、まあ最後までね、この会場に残ってくださった方へのお礼でございますから、ありがとうございます。では真ん中へどうぞ。
ここまでですね。はい、愛のバレンタインイベント2022お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。3日間楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。いやもう私たち自身もめちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかった。またね、こういったイベントができたら嬉しいなと思います。本当にですね、まあ、コロナ禍の開催ではなってしまいましたが本当にたくさんの方にご来場いただきましてとても嬉しく思います。まだねお菓子もらってないよって言っていましたらね、ちゃんともらって今日帰ってくれたら嬉しいなと思います。ということでこの後はですね物販が待っております。皆さんぜひ最後までお楽しみください。以上、今井のメモリー、中の記憶に残りますように。リュウリーと森のぞみでした。ありがとうございました。集合チェキ、リベリーチェキからじゃあ、あ、違うな、食べたことない。じゃあ5人とチェキを取った方からサインをさせていただきますのでお返しください。では、誰よりですね、物販の準備も始めますので、皆さん、ぜひね5分から10分ほど休憩していただけたらと思います。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。行かないといけないかな、これね。ねえ、これまた、今日の会社の人で。